簡単です。まあ、スクイットガードっていうのはどちらかというとさ、立ってる状態の人に仕掛けてる形がスクイットだなと思うんだけども、クローズの形でこのスクイットと同じものを作ったらもうね、圧倒的有利なんですよ。相手もラストガードで相手の姿勢によって、まあ、レベル1、レベル2、レベル3と分けてたんですけども、このスクイットの形に関しては相手が座ってる状態で、まあ、クローズから仕掛けていくやつをレベル1でも、相手に立たれてしまったらレベル2ということで、まずはレベル1で、まあ、この状態でラペラをね、大きく引き出しておく、大事ですね。今回は、まあ、相手が座っている状態で仕掛けていくっていう形なので、まあ、以前の動画でも出してるんですけども、このまますくいに行こうとするとこの手邪魔されちゃうから簡単にね、防がれてしまいます。なので持ち方としては、こっちクロスグリップで、こっちラペル、この組み手で持ってこっちに崩しつつ、ここで持ち替えて、で自分のお尻少し浮かして入っていく。で、ここでラペラをつなぎますね。まあ、ただね、Kガードとか見ていただいた方だったら分かると思うんですけども、Kガード入っていくときは、相手をこっちにね、まあ、崩したりするんですよね。入っていって、相手を崩して、この足をすくう。クローズからこれを仕掛けるときも、まあ、ここら辺をやった方がいい理由としては、まあ、結構相手がベースが強い相手だと、このままね、入っていって、ここラペラつないだとしても、最後で一回スクロールしようかな。パーっていう、結構簡単にこの姿勢が安定してるとね、切られちゃったりするので、一度 K と同じように前に送り出して崩してから入れて、で一回ここでリカバリーしてきて、リカバリーしてきたからちゃんとこの形になったみたいにした方が一応安全に取ることができます。これができたら、まあ、ラペラプラッタとかね、エフォレッタを狙っていくっていう手順の一つあるんですけども、これはまあ前回の動画を見てください。相手がこの低い位置、クローズガードに入っているような低い位置をキープしてくれてるんだったら、もうね、こっちの人が、ガーガーの人がめちゃめちゃ有利になってくるので、今もうラペルつないでる状態で、こっちの手が取れるか、こっちの手が取れるかっていう形になってくるので、まずはこっちね、こっちの手が取れたんだったならば、腕十字を狙っていきます。これはレッグスイング式と同じで、まあ、相手がどっか持ってるとか、まあ、もしくはパンス持ってる。こうやってね、この足が触れないように、まあ、ディフェンスしてきたりするんですけども、これをキックアウトして、で足を振って入っていく。で足も完全にすくっちゃってるんで、まあ、簡単に決まっていきますね。まあ、ただここは分かりやすいので、相手もね、レッグスイング来るなっていうのは分かるんで、これで合わせていくのがフラワースイープですね。ここからこの手取って、エッグスイング合わせていくんだけども、やっぱり相手の肘が外れちゃうっていう風になった時に、この足、この足で、こっちへ返していきます。こっちの足、切って、腕十字狙って、まあ、外れちゃった時に、こっちは、ね、なるべく脇の高い位置蹴っていくんですが、この足、この足は、ここね、相手が右足、タケルの右足立てば、こういうふうにディフェンスされる可能性があるので、この足が出てこないようにここに置く、ここに置きつつ奥の足を蹴り出して返していきますね。ちなみになんですけども、こっちの手でもし相手がここら辺とか握っててこっちの手が簡単に取れるんであれば、これはもうこっちの足をフリーにできるんだったら、オモプラッタとかをね、狙っていけるし、ラペルプラッタだったらこっちの手がフリーだと結構ディフェンスされちゃったりするんですが、この手をもうもろもろね、こっちに持ち帰ることができるんだったら、回転させるね、オモプラッタをそのまま狙っていいと思います。ここで、こっちの手、取れないシチュエーションって結構あります。まあ相手もね、警戒してくるので、こっちの手をなかなか取れない。足とか持ってくれるとキックアウトとかいけるんだけども、なかなかこう触らせてくれないっていう風になった時には、やっていくのはカントチョークですね。カントチョークは、ここ。こっちのね、フロントカラーを、親指にして握って、まあ、これも簡単、振りつつ、ここにかける。これで腰を突き上げていくと、カントチョークが決まっていきます。カントチョーク狙うんだけども、こういう感じに
耐えてくると思うんで、そしたらね、右肩を支点にこっち、これっちゃで返していくね、方向を取っていきますね。3つ目は、このね、ガード自体、このクローズでラペルを繋いでいく、このクローズガードのスクイット自体は、あまり相手がでかい人に対してはね、あまり仕掛けない方がいいんですけども、この選手が例えば、この手を使って、こう、こっちに腰切ってくるみたいな感じで、こういう感じ、こんな感じに通してくることがあります。あまり手がでかいと結構こういうシチュエーションになってくるので、あまりでかい人にはね、このガード自体を仕掛けない方がいいんですけど、こっちで、首とか巻かれてこういう感じきつくなったならば、この手ですね、この手を取って、まあ、相手はここから足を触ったりしてパスを狙ってくると思うんだけども、まあ、自分はクローズを入れますよね。でこの手を取ってここキックで剥がしたらこっちも脇の下通ってるんで、この足をここねスルーして、まあ、三角に、ね、入っていきますね。